来月末で閉校する西伊豆町の小学校では、4月以降のバス通学に伴う事故防止のために、交通安全教室が開かれました。こんにちは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 。西伊豆町の田子小学校は、来月末で閉校した後、同じ町の加茂小学校と統合されることが決まっています。そこで下田警察署は田子小の全校児童およそ40人を対象に4月以降のスクールバス利用に向けての交通安全教室を行いました。バスに乗ったらバスの中でのお話です。バスの後ろから渡るのはどうかな。ダメだよ ね。反対側から走ってきた車に跳ねられてしまうかもしれません。バス停で待っている間に遊ばない、車内では座る、降りる際に左右を確認することなどを指導しました。この話を聞く前は、バス通学が、不安だったけど、これからはバス通学が楽しみになりました。